スパイファミリーのエルフォーチャーと関係があるあいつを使えば、この作戦は間違いなくうまくいくだろう。自信満々のようね。いつからいたんだ？今来たばかりだけど、やっぱり私、この作戦から降りるわ。なんだと？お前さんがいないと、この作戦は決行できない。夜と私の関係をあまり知られたくないの。そんなこと最初から分かってたことじゃないか。もう一度考えを改めてくれ。この作戦を成功させるにはお前さんが必要なんだ。ごめんなさいね。おい、行っちまったぜ。ダメムタッチ、それ僕のチョコレートだから。いいや、一個ぐらい。ダメ。ちょっと二人とも、撮影始まってるわよ。やべ、始まるギリギリにチョコレートちょうだいちょうだい、うるさいから。キッドがチョコレートくれとったら、そもそもこんなことにはならんかった。いたのせいにしないの。僕はチョコレート好きだから、チョコレートあげないって言ってるんじゃ。いいや、20個もあるんやから1個ぐらいくれたって。ダメ。ちょっと2人とも。ああ、ってことで今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけども。え、やっぱりチョコレート1個あげるや。いや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 、今のタイミングじゃないやろ、きっと。今挨拶取ったんやけど。じゃあチョコレートいらないんだね。僕が全部食べるから。ダメやから、きっと。一個置いといて。ねえ。ああ。お前ら、今日は下ってるみたいだな。ブルートさん、何しに来たんだ。まあ、そう突っかかってくるんじゃな。今回はシャーロットに用があって来たんだ。シャーロットとブルートさん、何か関係があるの？私は知らないわ、こんな人。おいおい、それはちょっとひどいじゃねえか。一緒に例の作戦を決行しようとしたところだろ。でも私は降りるって言ったじゃない。それは分かってるが、もう一度考え直してほしいんだ。お前さえ協力してくれれば、確実に大金を手にすることができる。何度言ったって無駄よ、私はやらないわ。そこを何とか頼む。嫌よ。ブルータス、もう諦めなさい。シャーロット嫌がってるじゃん。そうよ、私は嫌がってるわ。そうか、だったらあの秘密をバラしてもいいんだな。それはやめて。どういうこと？こいつはスパイファミリーの。ちょっと。なんだ？それは言わないでっていうお約束でしょ。スパイファミリーって何？僕スパイファミリー大好きなんだけど。だったらきっとお前にはいいことを教えてやれる。なになに？こいつはな、実はスパイファミリーのエルフォージャーと姉妹なんだ。ねえ、嘘でしょ？本当だ。最低ね、あなた。確かに言われてみれば似てる気がする。てら？あなたに話したのが間違いだったわ。今更後悔してももう遅い。お前が俺と協力しないからこうなったんだ。でも、僕スパイファミリー見てるけど、エルフォージャーの兄弟って弟じゃないの？確かに弟もいるが、実は妹もいたんだ。なんだって？まあそういうことさ。じゃあシャーロット、ユルと友達になりたいから紹介してほしいな。それはできないわ。いろいろあって、あの二人とは疎遠になったの。そうなんだ。前回の動画のコメント返信タイム。キッドの声いつ聞いても可愛い。県内優しい。ありがとう。県内にもそう言ってたって伝えてや。キッド、ヒロッパ、最高で何個食べれますか？多分5匹ぐらいだと思う。ウドさんの動画見ると元気が増す。これからも面白い動画待ってます。了解しました。期待して待っててくださいね。おまけ、その子のブルートスか。ああ、うまくいけなかったぜ。どんな作戦やろうとしてたのかって知りたいって。どうしようかな。まだあいつを説得してやるかもしれないし、絶対誰にもチクらねえって言うんだったら、みんなには特別教えてやってもいいが。約束するか。分かった、だったら教えてやろう。スパイファミリーの夜と関係があるシャーロットを使って、とあるやつから金を騙し取ろうとしてたんだ。
さ、せっかく大金が手に入ると思ったのに。まあでも今も俺とそんな悪いことはしないでよかったと思う。ちょっと待って、向こうに敵がいる。おいおいおい、それ俺のもんだ。取らないで向こう行くのか。じゃあな。おい、ジョーニー、久しぶりだな。今からいいことするから俺についてこい。今日作戦を決行できなかったから金欠なんだ。誰か見つけて奪わないと金がねえ。おい、ジョーニー、向こうに誰かいるぞ。あいつを倒せ。おっと、俺のことを狙ってる。金をよこせ。なんだ、おっ、持ってるじゃないか。インゴット7個も。ナイスだ。